守りは横浜市消防局の消防艇。没水部線形はハードチャイン線形とされた。旋回域での活動を想定して、船尾は波型とし、推進機はトンネル型に収容されている。主船体は耐抗性高張力構成であるが、軽量化を図るため、操舵室やマストなど上部構造は耐色アルミニウム合金製とされた。 ナオコ構造とアルミニウム合金構造との接合にはクラッド鋼板が使用された。外見上の大きな特徴が気筒式マストの採用である。これにより水面上3メートルの端桁下の高校と航海上規定の高さとしなければいけない航海盗類の装備が両立できるようになった。主機関としては2サイクル高速ディーゼルエンジンを2機搭載した。 推進機は1.6メートル計の4、翼式可変ピッチプロペラ2軸である。またこの他に4サイクル高速ディーゼルエンジン1機も搭載し、バウスラスターを駆動する。なお可変ピッチプロペラとバウスラスター、火事のコントロールはコンピュータによる集中制御とされており、1本のジョイスティックによりそうだ、できる。消防ポンプとしては、量毎分2 2リットルのものを2機、 備えている。また消防装置としては、火器のような装備を有する。特に1万5000リットル型のものは、有効放水射程約120メートル、有効放水高さ約70メートルを確保した。消火剤としては、泡原液を約1万3500リットル搭載する。またこの他に、油処理剤を1000リットル搭載する。なお、消防ポンプの駆動や、 放水主要バルブの開閉、放水砲の角度等操作は操舵室内から行えるようになっている。放水ン、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により発生したコスモ石油千葉製油所の火災では、海上保安庁の阿波、平祐、東京消防庁の宮古鳥、千葉市消防局の松風、海上災害防止センターの大滝、 清滝の各船と連携して、海上から警戒監視及び冷却散水を実施した。2020年2月には2020年度から2021年度にかけて後継船となる同盟の守りを建造し、令和4年1月頃に運用を開始する予定であることが公表されている。ありがとうございます。